はい、皆さんこんにちは。テイルズオブシリーズ IP 総合プロデューサーの富澤です。皆さんこんにちは、トイくんです。テイちゃんです。今日はですね、前回に引き続き、カルタをちょっとやろうと思いまして、こちらですね、2017年に発売された、魔法カルタというあのテイルズの商品でして、はいはい、これね、まあ、グレイセスのゲーム内に、入ってるんですよね、魔法カルタ、ありましたね、ミニゲーム。それを実際に商品化したものということでございます。ちょっと改めてカルタって何だろうっていうところのご説明なんですけれども、主に正月に遊ぶ、まあ、室内用の遊具でありますというところとか、トランプとかみたいな、まあ、このカードの一般をもともとは指したポルトガル語がなんかどうやら語源らしく、読み札と絵札を合わせてこう、まあ、取っていくっていう、まあ、いわゆるまあちょっと競技性のある遊びというもののテイルズバージョンでございます。なるほど。このカルタの特徴のご紹介なんですけれども、はい、この取り札に文字が一切書いてないんですよね。本当だ。書いてあるのはキャラクター名だけですね。そうなんです。それはわかるよみたいな、はい、で何で取るかというと、はい、まあ、今ちょっと試しに私が1枚だけ見ますけれども、例えば、僕たちはこの世界を守りたい、みんながいるこの世界をっていう、みんな言いそう、はい、こんなみんな言いそうっていうセリフを、これ誰のセリフだっていうのを思い出して取るっていうゲームでございます。コレットも言ったんじゃね、コレットもそう言ったんじゃねってなるんですけど、まあ僕たちってでも言ってますから。あ、僕たち、じゃあそうなんです、そうなんです。で、まあ、それは難しいですよ。難しいのが、うん、まあ、なんで主人公たちもいますし、まあ、もちろん他のパーティーキャラクターもいるんですけれども、僕、俺、私で始まる札の多いこと多いこと、まあ、セリフだからね、はい、はい、っていう形なんですけれども、まあ、なのでこう見てくださってる方は、読み札が、こう音で流れますので、私たちと一緒にその読み札をこう聞きながら、あれこのセリフって誰のセリフだっけっていうのを我々と一緒にこう考えながら、あのキャラだよ、あのキャラだよ、そこだよっていうのをこう、まあ、一緒にね、見ながら楽しんでいただくという、そういう回でございます。じゃあ YouTube 見ている皆さんにはこの画面、今上からねこう、はい、撮ってますけど、これをじゃあ一緒に探してもらって、はい、結構大画面じゃないと分かんない、大画面じゃないとなかなかスマホだとね分かりづらいかもしれませんが、はい、でも一緒にちょっとそういう意味では参加してもらえる感じで、はい、まあ、特にこう分かりやすいあのキャラだっていうセリフは、まあ、何枚か当然あるわけですけれども、うん、お客さんがこう聞いた時にもあのキャラだよっていうのがこう分かったりとか、一緒になって考えていただければなと思って、うんうん、なるほど。いやでも聞いたんですけど、これ第3弾でしょ。第3弾、もう普通第1弾2弾でいわゆるキャラの代表的なセリフはもう消化されていると聞いているので、なんならこのキャラもう選択肢としてはだんだんちょっと後半のものが選ばれて難易度が爆上がりしていると、はい、めちゃくちゃ難しそう、はい、ということで、まあ、ざっくりカルタの紹介させていただきましたが、自信のほどはいかがでしょうか。ありましたけど、これは普通のカルタとは違うからね、若干やってみないと分かんないな。テイちゃんどうですか。私多分この中で一番テイルズ歴短いので、そうですよね、お手柔らかに、お手柔らかもう間違いなくほら自信満々の人がここにいるじゃない。いや本当にずっと ね満面の笑みを浮かべていますけども、うん、まあでも戦うんだったらなんかやっぱ商品というか、ね、そうですよね、こうモチベーション上げていきたいと思うんだけど、はい、まずはちょっとモチベーションの上げる商品ということで、うんうん、商品ある。以前このチャンネルでもご紹介させていただいたシリーズ最新作である Tales of Arise の、フィギュアエディションを前回紹介したやつですね、はいはい、紹介させていただいたやつですね、はい、あちらをプレゼントという形。いや、あの視聴者の方じゃなくて違います、私ももらえるんですか。勝者にプレゼントでございます。内部にそれ俺勝たないともらえないの。 そうです、富澤さんもそうなの。俺にもサンプルは来ないんだ。来ないです。あ、そう、これに勝ったものにしかもらえないです。そうなんだ。で、我々はもしかしたらね、もうこのご時世ですから、うん、ちょっとこう、いや、とはいえ会社のお金がってなったら、うん、富澤さんに買っていただきましょう。そうしましょうただ俺損するだけだ富澤さんが勝った場合は、うん、私とね、テイちゃんからなくなく、まあ、自腹で、なくなく、嘘なんかちょっとバランス悪くない、じゃなくてこうじゃない。いやいやいや自信のどいやいやいや、これはでも私もね覚えてないかもしれないですから、も
ね、アライズフィギュアもらう気満々まだまだ、はい、欲しいな、ね、ということで、はい、みんなでやっていきましょうできます、はい、で, でもこれ何全部やるの全部やるのいや、これはですね10本選手という形で10本、はい、じゃあ10本取った誰かが取ったらそこで終了です、うんうん、はい、よしやりたいなと思います。ました頑張ります、はい、それではイエイ、はい、それではゲームスタートの整いましたね、はい、準備が整いましたので、ね、皆さんの一応近づくかもしれないということで、ね、選手 の, あのマスクをヘルスマスク、はい、して250ポイント思いますので我々は、ね、特別にあの勝てなかったですけどもらいましたからしょうがないから、はい、しょうがないから、はい、いやでもこんだけバラバラになっちゃうと余計にちょっと大丈夫かな、ね、じゃあもう行っちゃって大丈夫ですか、やりましょう、よろしいですか、やってみるしかない、あの審判の方にもあの後ろ控えていただいてるんでね、あ、わかりました、はい、間違ったら恥ずかしいね、そうですね、であの撮ったらあの撮った札の、まあ、キャラクターとあとタイトル名をカメラに見せていただいて審判が合ってる合ってないを判定してます、わかりました、はい、最後までそのキャラ名は言われないのであの、うん、見せないと本当に我々も合ってるかどうかがわからないのでわかりました、ちゃんとコールするんですね、コールするということで、はい、はい、それではじゃあいきますよ、はい、はい、では始めてください、未来は作り出すもんだろ、これは分かる、これは分かるぞ、はい、あ、ちょっと目の前、選んだ道を信じて作り出すもんだ、分かる、はい、テイルズ・オブ・ベスペリアのユーリ・ローエル、やったー、これはすげえ、あら、ユーリ取られちゃったこれはサービス問題ですね、ね、っていうか実際ナレーションもユーリ、うんうん、鳥海さんだよね、鳥海さんが読まれてる、全部がそのキャラクターが読んでるわけじゃないんだよね、そうなんです、そうそう、いきなりなんかぴったしで来ちゃったけどそうそうそう、違うんだよねこれ、そうなんです、そうなんです、そうそう、さっき説明漏れちゃったんですけども、これはあのなんとユーリとあとは、アスベル、はい、そして、うんうん、リオンが、はい、これらの読み札を、ね、豪華、あれ、あと木村さんもいるんだっけ、スレイ、スレイの木村さん、はい、この4名の方がランダムで読んでると、はい、読んでる、なんか今のサービス問題ですちょっとてか むしろ変えてくれっていうぐらい自キャラは自分で読んでるんだね、自キャラは自分で読んでる形になります、なので女性キャラも、男性声優の方が読まれてますし、モノマネをしているわけではないのでめちゃめちゃ難しいです、キャラクターではなくね、あくまで声優さんとして、はい、声優さんとして4名様読んでるということです、なるほど、なんかちょっと分かりましたか、大体流れが、この調子でいきましょう、決断に必要なのは時間や状況ではない、ん、お前の意思だ、あ、え、やべ、これ下手したら間違う、誰だ、必要なのか、お前の意思だ、一個一個見てよ、かけようかな、かけていい、かけようかな、うーちょっとさ、さ、やい、ちょっと僕の方がカメラさん、審判、審判くそいや、ずっとだよなって思ってたのですよね、意思を通ってくるのは、ということでテイルズ・オブ・エクシリアよりガイアス、チキショー、嘘でしょ、出たよ、出たよ、俺らこのもう失格ですわ、僕ら失格です、エクシリア失格です、あ、誰だろう、誰、これでもなんでまだお二人のチャンス残ってますか、意思を通ってくる、決断に必要なのは時間や状況ではない、誰だ、はい、お前の意思だ、これだよ、エクシリアからミラ、ミラマクスウェルでしょう、ふぃすごい、いやね、やっぱ男性に読まれてると、そうですよね、男性キャラのセリフが想像できない、でもミラでした、確かに、はい、柔道に意思を問うキャラといえば、そうそうそう、ね、間違いなくミラーなんだけど、しかもセリフがこれちょっと硬いんじゃないですか、硬い、そうですね、私の目は節穴じゃないわ、んこのお宝なら相場はもっと高いはず、そうだお宝、はい、テイルズ・オブ・ディスティニーからルーティー、目の前にあった、
お宝といえばレンズハンターです。僕は仮面を外すわけに。なんでそこにあるの知ってたのぐらい。全てを隠してやり遂げなくて。これサービス。これはサービスですよね。俺らにサービスしてくれるそうだな、はい。デスティニー2から、ジュラス。そうだ。仮面といえばね、うん、ジューダスか。この中ではね、アルフェンですか。そうだね。まだいないからね、我々。今はここが私たちの戦場よ。本当だよ。戦場に正義も悪もないよ。正義しか、ただそれだけ。多分ね、アビスよりティア。吸収してますから。アビスは。あ、そうだね。僕は魂の救済者。魂の救済者？二つ目。ああ、わかりました。これは探しがちだぞ。なんで目の前の取られんだよ。はい、イノセンス、R ですね。イノセンス R よりコムイ。くそー。これは探しがちでしたね。強いな。俺自身が行きたいんだ。ほら、大切な人たちにも生きててほしいんだ。あ、そうだ。はい、早い。エターニアよりリッド。全然面白くない。これ自身がね、面白いですよ、ゲームはね。ゲームはね、ちょっと状況が、対戦相手がね、良くないだけ。ちょっと俺ら結託しようよ。そう、確かに。俺らでこれちょっと、2枚にしよう。あ、出た出た、2対1。連携しようよ。じゃあちょっと2対1でいいですか。もう2対1になったら、私がもし勝った場合は、エディション2個いただくことになりますけど。違うよ、俺らが半分ずつ出した。俺にとっては何の損もない。わかりました。でも今のところまだ2対5だから。これ、これでもあれですよ、私がもし負けた場合は2人に買ってくれるんだよ。いやいやいや、フィギュアとソフト。サントラはどっちだみたいな、分かんないじゃん。サントラどっちだとか、アートブックではどっちだではまたミニゲームして決めてるあ、いいですよ、はい、いいですよ。じゃあその中の貢献度で決める、うん、貢献度で決める。まだ貢献度、そうですね。はい、よし、じゃあやっていきましょう。よし、勝つぞ。僕たちはこの世界を守りたい。みんな言いそう。みんながいるこの世界を。うわー、そうだろうな。これそうだ、そうだ。ファンタジアよりクエス。これね、うん、紹介の時に読んでましたから。うん、紹介そうだね。覚えてます。だからね、一番シンプルで僕らだからな。みんな言いそうなやつ。言いそうシリーズの一つだったな。何でもやればなんとかなるもんだ。うん、違う。いけるいける。いけるいける。だから、ね、男性声だから本当にこれだったから結構下の句待ちになっちゃったけど。よかった、はい。いただきました、ファラです。あ、テルドブありますから。あ、ありますから。感じのところ間違ったよ。あれ、これダメじゃない。ダメじゃない、ダメじゃない、ダメじゃない。エターニアからファラです。あ、やばいやばい、これ取っといてタイトル間違えとかない。逆が難しい。いやもうね、頭をつけてきた。よし。いけるいけるまで聞くと安心しますね。ね、なんか。ふう、生き返った。あんた見かけによらず親切じゃん。見かけによらず。あ、終わった。終わりました。いいですか。イノセンスあるからイリア。オッケー。イエーイ。はい、ありがとうございます。お、調子出てきたんじゃないですか。空腹で生き倒れてた時の。そうそうそう、あれですね。もうね、あんたと呼ぶキャラはあれとあれしかいない。さっきね、トイ君に、ね、レクチャー受けたから。ちゃんと学習してますよ。テイルズのね、女子キャラで相手のことあんたって呼ぶキャラは結構限られてますから、ね、うんうんうん、お前が一人じゃないってこと、
俺たちがそばにいるってことを教えてやるから。何もう若干当たりがついてます。行け行け、でもちょっと怖い。行っとけ。え、ま、もう緑川さんの声で。お前は一人じゃない。レジンディアです。え、レジンディア。ジェンディア頭の前でした。はい、はい、レジェンディアよりセネル。くっそー。いやでも、うん、ヒント出なきゃ。これちょっと難易度高かった。分かんなかったですね。確かに言われてみれば感はありますけれども、うん、結構第3弾だからね。そうなんです。俺を失望させるなよ。来た来た、絶対わかるぞ、絶対わかるぞ。はや、今まで言ってたことは全部嘘っぱちか。これはシンフォニアから、ゼロス君。うーん、このねロイドがこう落ち込んでる時とかに ね、 こうね、このキャラなのに叱咤激励してくれるっていうところが彼いいですよね。いいところね。なんかすごい余裕が出てきましたね。ちょっともう一個ぐらいハンデ欲しいな、ね、じゃあ、はい、あれします。私とりあえずあの開始し上の句で取ることはしないようにします。出た。まあそうしましょう。そうですね、はい、そうしていただけるなら、はい、ただ私上の句の間にすごい探してます。上の句の間メモつむるっていうのはどう。確かに聞くのはいいけどメモつむる。確かにちょっとそうしてます。ポイントではそのハンデで、うん、そのハンデでいこう、はい、ラスト2枚ですからね。ムカつきままで。ではすごいや、夢の中のアスラの力。おおお、めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。でしょうね。はい、いいでしょうか。イノセンスあるからルカ君です。アスラの力がある。アスラの力は夢だからね、はい、はい、もうこれはあそこハードが出た。ルカ以外が言ってたらびっくりしますね。ダチとつるむのに理由なんか。ああ、分かったぞ、分かったぞ。どこだよ。お前たちと一緒に行くのが正しいと思ったから来ただけさ。うわぁ、イノセンスあるよりスパーダ。ダチって呼ぶのはスパーダですよ。ですね。ダチはハンデを追ってでも強い。やべえ、ハンデの意味がね。僕らは騎士だ。うわ、はい、よしよしよし。あ、てか自分で取らなかった。はい、テイルズ・オブ・ベスペリアのフレンです。多分騎士だからね。はい、僕らは騎士だ。こんな変な術式の使い方してる。はい、ブラスティアがかわいそうでしょ。あ、テイルズ・オブ・ベスペリアのリタです。OK、ベスペリア、すごいベスペリア。ベスペリアファンですか。ベスペリアは大好きです。やっぱベスペリア分かりやすい。分かりやすい、はい、うんうん、セリフが。そうですね、もうやった。術式って言い出したらもう大体、うん、そうそうそう、術式ブラスティア、ね、これは間違いないけど、うん、結構もう僕ら7枚ですよ。お、確かに確かに枚ですよ。ちょっとやばい、思い上げてます。やばいな、やばいなとは言う。私ちょっといろいろね追ってますから。関係ないよね、関係ないから。自分からくれたハンデ、ね、そうですね、まあ、これはちょっと最後まで貫き通していきたいと、はい、じゃあ次。はい、どんな姿になっても天使になる、私は私だって言ってくれたのはロイドだよ。これはわかる。はい、テルゾブシンフォニアからコレットです。Okay、イエーイ。いやいやいや、これもいいし、ナイスハンデだったね。ナイスハンデですね。いいんですか、なんか天使としては。髪色そっくりですけど。そう、ちょっと髪の毛明るい時にコレットだコレットだっていじられたの。前は金髪でしたもんね。ちょっとせっかく染めたもんね。だんだん天使化しちゃってる。そうそう、天使化するっていう。そう、なんか仕事に疲れすぎてる感じがいいですね。そう、仕事に忙しすぎて、なんかいろいろな感覚が鈍ってくるっていう。なるほどね。さあ、そんなこと言ってると、あれ近いですよね。8つですよ、もう1個そうなんだよ。やばいやばい。ではよし、こっからこっから。
いやあ、探したぜ。え？こんなところに嫌がるとは。はい。ガイ様さん。はい、アミスからガイです。オッケー。やった。やった。危なかったね。危ないですね。アミスと取られるからさ。よし。つまり。並びましたね。並んだ。並んだ。これは熱いよ。そうやってお前はいつも俺に嫌な役割ばかり押し付けるんだな。あったー！くそー！はい、ごめん判定。くそー！ごめん。はい、シンフォニアラタトクスクの騎士からエミルでーす。よーし。エズアに、エズアに金髪が多いんですわ。最後だとね、ガチで探したね。はい、ということでね、ラタトスクに対してというところのセリフでございましたが、うんうん、何より勝っちゃった、ね、勝ちましたね。勝てばね、勝ちました。よし、どうすか、あの自信のほど。いや、そうですよ、ね、もうなんか、この後ね、オフィス戻ったらちょっとなんかすごいお二人に冷たくなりそう。なんで自分でね、自分で言い出したことはね。そう、そうですね。まあ上の句の間見るなっていうのはね、うん、聞いてたね。そうですね、探せないですよね、うん、楽しめましたね、うん、はい、本当に楽しかった、うん、なかなかやる機会なかった。商品はもちろんね知ってたけどやる機会なかったんですが、うんうん、はい、2017年の商品でもうなかなか手には入らないなと、はい、思いますが、うん、すね、またちょっと我々もこんな感じでやってみて楽しさに気づくというか、はい、ね、じゃあ、まあ、負けてしまったので私からお二人にプレミアムエディションのあれとなるんですけれども、まあ、貢献度的に言うとね、どうっすね、ソフトでしょ、フィギュアでしょ、嘘、サントラでしょ、アートブックでしょ、ピンバッジでしょ、うん、シールでしょ、はい、あとなんだっけ、あとはなんだっけ、アクリルスタンド、アクリルスタンドでしょ、はい、私何のこれ、箱、箱箱です、うん、嘘でしょ、外箱があるね、まだあの、はい、富澤さんはそれらをこう手でポケットとかに入れて持って帰りますから、うん、すごいリッチな箱なんだよ、さっき見たけど、はい、サンプル、うん、リッチでしたけど、うん、箱だけか、そんな感じじゃない、そうですね、まあでも箱を3つ分の価値あるのすごいですね、箱箱あれ高いよ、まあ確かあれはいい箱、僕もいろんな限定版作ってきましたけど、はい、一番高いあれは、はい、私のわがままで気づいたら作ってたんだけど、ね、私のわがままでいい箱にしたせいでね、うん、ちょっと営業の人がすごい困ってる、うん、いやもうね利益削っていい限定版にしようとしてくれてるんで、まあ、ありがたくいただきましょうか、ありがたく箱をいただきます、はい、箱以外いただきます、カルタは以上ということで、はい、はい、お疲れ様でした。次回は何か決まってるんでしょうか、はい、次回はテイルズオブシリーズといえばというのはいろいろあると思うんですけれども、うん、まだまだあるね、はい、その中から、BGM に、ちょっと特化したような企画を、考えております。お客さんに選んでいただく名 BGM 特集みたいなものをやりたいなと、事前アンケート取ったりしてとか、はい、思っておりまして、まあ、とはいえあのしっかりとしたいわゆるアンケートフォームだと、うん、あの曲数もね2000何曲あたり、うん、お客さんもあとその曲名は分からんっていう人も、あーそうだそうだ、はい、いっぱいいらっしゃるかと思うので、うん、例えばこの動画のコメント欄だったりとか、あとあの YouTube の、 あのコミュニティ欄ですね、うん、のところでお客さんの中から、まあ、あの思い出の BGM の曲名だ、分かる人は曲名だったりだとか、何々のラストバトルでとかそういう形でもいいということですね、はいはい、だったりとか、その今おっしゃっていただいた通りあの時のあのタイトルのあのシーンみたいなので書き込んでいただいてもすごいありがたいなと思ってます。あとはなんかちょっとこうふと思いついてたアイデアなんですけど、よくこう作業用 BGM とかって YouTube とかでもあったりするじゃないですか、うんうん、それ今ね全く同じこと俺も思ってた、あ本当ですか、うん、番組を経て経てそれがね仕上がるみたいな感じじゃないですか、はい、というのもちょっと面白いかなと思っているので、うん、ぜひあのコメント欄とかであの私この場面のこの曲が好きだったんだみたいなのをいただけると、嬉しいなと思っております、公式の作業用 BGM のためのリストをみんなで作るってのはちょっと熱いですね、そうなんです、うんうん、ぜひやりましょう、はい、うん、はい、こんな爽快な動画が面白いと思った皆さん、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン
ぜひ押してくださいね。あとは、コメントもぜひお待ちしておりますので、引き続き、テレゾブ YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。さようなら。